はい、本日は8月19日だったんですけども、5時に夢中というね、マスコ・デラックスさんらが出演されている番組、深川亮さんも出てるのかな。まあ、こういった番組に NHK から国民を守る党の立花隆さんが今日もですね、訪問というか、会社の前の、あれですよね、道路で、なんかね、演説をしたということで出てますよね。で、N 国の立花氏が、MX 本社現れ騒然。騒然って表現もね、よくわかんないんですけども。この立花さんは一人で喋ってるだけで、勝手に周りの人がね、騒然としてるだけじゃないかなと思いますよね。で、警官30人以上が出動したということですけども、これは立花さんが出動法をお願いしたというかね、こういうことになるんでお願いしますねってことで、事前協議してたということなんで、まるでこれね、見出しがね、すごくね、誘導的というか、立花さんがむちゃくちゃなことをしたから警官が出て大騒ぎになったよみたいな書き方になったなってますけども、違うんですよね。これは、メディアの発信力というかね、やっぱ怖いですね。で、今回ね、この立花さんがどうこうとかね、NHK がどうとこうとかね、そういう難しいことではなくて、私がお話したいのは、この今回の立花さんっていうのは、多分ね、私の知る限り本当に真っ当な民意を反映した行動を政治家が取った、すごくね、稀な例だと思うんですよ。具体的に言うと、立花さんってこの MX 本社前に、私は行くべきなんだろうか行かないべきなんだろうかというふうに国民に聞いてるんですよ。で、国民の方が行った方がいいよっていうふうに民意を示したんで行ったということなんで、個人的な感情で言ってるわけないんですよね。個人的な損得とか利益とか、誰かに対する忖度とか、そこにお金が動くとか、再生数が稼げるとか、そんなね、ケチなことではなくって、もう多くの方が、視聴者さんが行ってくださいっていうふうに立花さんに、意思を表明したんで、それを受けて、なるほど、私は行った方がいいのか、それが民意を反映する国民の意見を聞く国会議員のすることなんだなと思って、素直に従ってくれたんですよ。で、そっからちょっと話が発展すると、国民の多くが NHK がいらない、もしくは NHK のスクランブル放送を希望するなら、私が国会議員なんでそれを実現しましょうというね、なんともね、シンプルなマニフェストなんですよね。すごくいいと思いますよね。だからこれに関して、じゃあ、もし反対派はいますよ。反対派は。そうじゃないんだと。スクランブル放送なんて持ってのほかだ。見てないやつも払えっていう人も国民にいるでしょう。でも、比率としてはですね、そうじゃない人の方が多いんですよ。いや、見たい人だけ払えばいいんじゃないのっていう人が大半なんで、立花さんが堂々と行動できるってことなんですよね。その他のこともそうなんですけども、今回いろんなアンケートを取って、そのアンケートに基づいて立花さんは国民のロボットのようにね、民意を代表して動いてくれてるだけなんで、その民意を無視して少数派の意見を取り上げて、立花さんが無理やりこういうことをしてるわけではないっていうところがね、なかなか面白いところではないかなと思いました。皆さんはどういうふうに考えたでしょうか。それでもね、立花さんっていうのは悪いことをしているように見えるんでしょうか。それともやりすぎだということなんでしょうか。いやいや、私はね、国民の代表としてはやりすぎないと誰も聞いてくれないと思いますよ。常識的な活動とか消極的な活動とかお行儀よくやってたら、きっと権力の方が勝ってしまうと思います。国民の代表もうね、何、捨てることを恐れない、失うものを恐れない、捨て身の特攻、特攻作戦みたいな感じですよね。私はね、こういう熱い人がたまに時代のどっかに現れてくれるということで、なんかいいなと思うんですけどね。私にもこのぐらいのエネルギーが欲しいなと思います。なんか小さくまとまってね、常識的な人間を装って、常識的には調べられないぜとか言ってね、考えている人が大半の中で、常識を最大限使ってですね、そして常識外れではなくて、常識破りなね、いつも型破りな行動で、お手本になってくださってる方じゃないかなと思いますよね。とは言っても、1ヶ月ぐらい前まで私、このね、N 国党とかね、なんかね、妙な団体だなと思うぐらいで、何も思ってなかったんですけども、団体じゃないんですよね。民意なんですよね。N 国党っていうのは、本当最近まで立花さんが一人でやってただけで、そこに共感する人が、立花さんに頼まれたわけではなく合流してるだけなんで、本当にね、先頭を切って走ってるんだなというところですよね。皆さんもね、いろんな考えあると思いますけども、自分は何の代表なのかなってことを考えていくときに、なかなかね、こういうふうに人を率いていけるような器ではない自分に気がついてしまう私でございました。それでは失礼します。